ローピンが流れてきた。うわ、中田の地位によって第5の上がりが一旦ここは阻止されました。そう、なんだと、びっくりした、びっくりした、朝倉さんびっくりしたんじゃないですか。あれ、ひよっさんみたいになってますね今ね、初に見えたんですよさあどうなる、これ2対2対2ですから完全に五分ですよ。高宮はもうちょっとローピン持っちゃってますからね。そローピンがかなり厳しいかな。いや、でも、はい、リーチには通ってるんだ。リーチには通っ、あ、リーチには通ってる。じゃあローピンじゃないですか。いや、打たない。おー、やめた。うわ、これはだって大吾と中田に対してですよね。大吾ディスペクト。あ、ハクですよ。ハク、これはでも、ね、でも打たないかな。いや、打たないと思います、これ。はい、心配。やっぱりルミさんにきつすぎると思うんですよ、はい、あのパワーが相当違和感あると思うんで、うんうんうん、C1 が今4枚見えてるのか、はい、で、あんこからも否定されてるんで、はい、まあ、そのアンパイとして持ってたんじゃなければさすがにチート率なんですよね。そうですね、はい、どこからつもぎりだったかな。チュンはつもぎりだったんで、そうですね、多分それも見てると、は、はい、パワーと、あー、いったん、ここは中田だ。でも中田さんの方か。1000は2200。いやー、中田ここは後付けの仕掛け、 E ピンをバシッと勝負して白での上がり。いや、いい上がりでしたね、いいじゃないですか、うん、これ大吾さんも多分危ないと思って落ちてますよね。そうですね、さあ中田の上がり白1000は、何本場でしたか。 4本場です、はい、1000は2200に強託5本ゲットということは7200点の上がりですよ。いい判断、はい、すごい上がりが出ました。さあ難入です。何の一曲、高宮の親番、ドラはリャンピン。でも中田の積極的な姿勢がなければルミがローピンを掴んで第5の上がりでしたからね。確かに、なんかその最後の地位自体はそんなに難しくないとは思うんですけど、はい、それ以前から押してたりとか、はい、あの結構苦しい手をまっすぐに組んでたっていうことが、そうですね、大きいですよね、はい、さあようやくこの第1試合初上がりが出て難入しております。こちらは第5の手配、ズマズマ止まっている。中田も悪くない。なんかそしてルミはドラが2枚。麻雀のほんと不思議なと言いますか、難しいところは大吾さん、おそらく先制リーチして上がったんですよね。あ、そうか、多分ですけど、ルミさんが追いついてルミさんもリーチ打って、はい、で中田さん降りるみたいに。中田はいいピンとかね、まあね、後付けでちょっと2軒リーチにはってなりますもんね、はい、いや、ほんと麻雀の難しいところでしょ、ですよね。本当にそう、いいこと言いますね、朝倉さん。いえいえいえ、それもそういういろんな展開も含めて、それでもやっぱりダマ点の方が上がり率は高いっていうのは多分正解だと思うんで、はい、最後はだってもうね、経験値で言ったらもう麻雀界ヒロシども、あ、ヒロシとかけてるわけではないんですけど、たまたま出たんですけど、ね、かなりのもう経験値を持っている選手ですから、はい、サルミペーチャでペーをポンしていきます。ドラのリャンピンが統一の手配。その経験値で言うならもう、古橋さんも大変なことじゃないですか。いや僕なんてもう やめてください。僕なんて本当に大吾さんとかね、比べたらもう大したもんじゃないんで。さあ大吾もドラのリャンピン2枚ありますから。いや、これどう持っていきます。とりあえず一旦一品か。仕掛けとかもありそうですか。そうですね、はい、かなりなんか仕掛けないと結構厳しい手には見えますね。ちょっとね、それかドラを1枚打つか、はい、うん、ドラ1枚打つ覚悟があれば全然、はいはい、赤もありますから打点は十分といった手配、はい、高宮さんはちょっと手が伸びない。伸びないですね、親番高宮。3ピンがちょっと薄いんで、やっぱりヤンピン1枚出てくことが多いとは思うんですよね。3ピンが2枚見えている。さあ3万引いたのは中田、うん、2、3点。さあルミ転敗だ。うーん、イース総待ち。いよいよ上がれるか。あっと高宮もいいところ引いたぞ。お、あ、イーソー2枚しかないんですか。あ、結構薄い。あ、イーソーが、うわ、イーソー4枚切れか。そりゃ渋い顔しますわ、はい、テンパる直前にあんなバシバシ打たれて。ということはリャンソー酸素持ってきたらシャンポンの変化も十分ありそうです。変えるでしょうね、うん、このままスーソーで上がれても3900と十分な打点がある。高宮さん、ドラとかの変化を見たいですかね、やっぱり。残しましたね、スーピン。これ大吾さんがね、ウッパスを引いたらどうするかちょっと見たいですね。パースを引いたらカン3ピンかカンウーピンか、はい、でリーチもダマも、まあはい、カン3ピンに取った場合はおそらくダマになると思うんですけど、カンウーピン取った場合はもうリーチが濃厚ですよね、はい、あ、でも赤ウーピン切られちゃった。で、カミチャにウーピンとか3ピン打たれた場合はまた地位の選択が出てきそうです、はい、ちょっと
と無理ですね。スーピンかはちょっと、はい、あれローピン引いたぞ。あどうするこれ。シャアはどうなんですかこれ。シャア心配か。シャアシャではない。換算ピンがちょっと苦しいけどこうしといて、はい、さらに変化も見たいっていう感じでしょうね。まあ換算ピン黙ってんならまあいいかと。さあルミはいい数相待ちの天牌リーチ。高宮数相を重ねてリーチだ。当たり張り吸収して換算万でいきました。さあこれ第5はチーして換算ピン天牌、はい、換算枚1枚か。換算枚1枚。第5の換算ピンもこれはおそらく1枚。1対1対1。あ、ゼロになってるルミさん。あ、ルミゼロなの。そっか、高見が吸収してゼロになった。そっか、第5さんも数層引いたんだ。あ、そうですね。うわ、なんルミが両面なのに、唯一の両面なのに0枚。いやちょっとルミさん逆境だな本当に。さ、中田さんは、うん、回りますね、はいはい、点数あるんで無理せずと、いいですね。あとルミがどこまで行くか、大悟がどこまで行くか。さあ大悟、うわ8000です。高いんです。単野を単野をドラドラーか、はい、8000の上がり。高打点がここで出ました。大悟、いや、シャアのトイツ落としもうまくいきました ね、はい、ね、大悟さん選択ありましたけど、ピン切りからのシャアシャアと。さあ高宮もね、リーチまで当たり配吸収してリーチまでたどり着いたんですが、ここは大悟に軍配でした。3年の2局、大悟のエヴァンドラはローマン。